D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。なんと今回が最初のボス戦となりますので、最終回となります。え、もう終わるんだ。最初から言ってた通りすみませんが、ここまでとさせてください。単発企画のつもりが意外に長くなったなという印象です。もっと早く終わるつもりだったのね。その1でお見せしたように、どんな感じのゲームか、いろんなシーンを抜粋して見せるだけにしようかと。でも細かいところもお見せした方が参考にしやすいかなとも思ったので、最初のボスまでとしました。やっぱりここはいけないんだ。目的地は真下なのにね。軌道を下げた方が明るくなる不思議。ああ。設定してもなぜか戻っちゃうんですよね。数値はそのままで。だから下げてるのに明るくなるのね。絶対不具合だと思うんだけど、まあ仕方ない。え、カート。カートなのにパンチって、ボーコングみたいにしろってこと。ああ、トロッコに乗るようなやつあるよね。ほう、楽しいじゃないの。あ、色っぽい悲鳴を上げてしまった。ひぃ、こんなジェットコースターなの。背景からしてもちゃんとした遊園地みたいだね。シティフェアってここまでの規模なんだな。しかしぶつかって方向転換とか本当なら危険すぎるけど。しかもそこに人がいるしね。なぜこちらだけがダメージを食らうんだ。絶対弾き飛ばすでしょうに。ほんとね。なぜ箱に当たっちゃうの私。あれこそパンチでしょうよね。そうそう。右にも何かあったか。思ったより広いのね。どこに向かっているのでしょうか。っていうかそもそもこうやって上がれないよな。鎖に繋いでガチャンガチャンやらないとね。あの引き上げられている時が一番怖いんですよね。ああ、上が正解だった。なんだ、仮面みたいなのがあったよ。隠しアイテムだろうね。さすがに無理だった。お腹を出しているからじゃないでしょうか。なんか思った以上に専門的な話だった。難しいね。ダッシュ。そんな話なのに手に入れるのはわかりやすい。馴染み深いスキルだった。え、ないけど。もう勝手に覚えているからいいのかな。はいはい。おお。むしろ瞬間移動のような。あれ、もう出ない。スタミナがなくなったのね。どこにあるの。よく見ると3つゲージがあるのか。これで減ったのは一番左のゲージ。つまりあれがスタミナゲージですね。で、これはあがたの気づきのスタミナ。別なんだね。そういうことだったみたい。なるほどね。で、これならここも超えられると。すごいね。この回復の弾が目から飛んでいくのがなんとも。戻る時もダッシュか。そのための回復ポイントなんだね。ここは親切に置きまくってくれてますね。 HP まで回復するからありがたい。ここがさっき来て渡れなかった場所か。そういうことです。
ついでなので拠点に戻っておきましょう。なに？次は一気に120個になるの？いきなり倍。嘘ん。まあ結構集めてるけど、さすがに多いな。次に迷った時でいいか。そうだね。なんかこの下に行けそうな。あ、マップを見てもやっぱり下にあるな。ここなんだけど、下には降りれません。的確に落ちてくるじゃないか。元に戻れない恐怖ね。これアイテムなのかな。あ、そういうこと。これ一方通行の戻り道なんだ。あ、そうか。落ちたところからは戻れないからね。なるほどね。コンソリデーション。合併か。そう言われてもまだよくわからないけど。説明が難しいね。もしかしてただのオートセーブ？しかもレディーの元でって？結局そこには行かないといけないのね。何か意味あるのだろうか。一回つけてみて確かめてみますね。あれか。見られずに通れってこと。いや無理じゃない。静かに行こうにも段差があるからジャンプせざるを得ないし、倒そうとしても無理だし、さらにダッシュしても無理でした。カットしたけど回復に戻りつつ結構な回数試しましたが無理で、きっと必要なスキルを持ってないんだろうなと。オートセーブされたね。確かに話しかける必要がないから楽といえば楽だけど、あえてこれを使う意味は私にはないかな。だってほぼ毎回話しかけるから。声を聞きたくてね。もちろんです。こうやって喋らないときはあえてもっと話すことだってあるくらいです。まったく。オートセーブに慣れて自分でセーブする習慣がない人にはいいかも。私みたいに昔の人にはいらないかな。昔の人？こんなに機械なら買わなくてもよかったか。と思いつつもどこから行った方がいいかわかるから買ってよかったのかも。そう思っておこう。そうね。そうだ、ここは無理だったな。あれ、またマックスがいなくなってる。そうか、ダッシュでいけるんだね。鍵？こんな近くにあったなんて。そうだったのか。あ、これって専用じゃないんだな。一度使ったらなくなるタイプね。そんな鍵を見たことがないですけどね。現実ではね。ボス？あ、ここにいたんだ。しかもこの人、前に警告してきた人だ。ここの伏線だったのか。
不気味だなぁ。これって人形劇だよね。多分そうですね。なんか操られているみたいで不愉快です。その手つきがまた何回やらしいしな。考えすぎよ。本当なら人形を糸で操っている手つきなんでしょ。そういう糸がありますか。これ、編集でまだ明るくしてますから。クレイジはもっと暗い中で戦ってます。あ、そうか。たまにこの顔が見えない時がありますね。でもいい感じで減らせてるよ。大技がなければ大丈夫そうかな。これが一番怖い。出てきた瞬間判定が出るから。近くにいるとすぐ食らっちゃうのね。でも倒せましたねー。本気モード。あ、なんだアイテムか。というかアビリティだって。なんだろう。スライディング。いつの間にかこちら側に出てたのね。うわ、これで最速です。本気で連打して、あの感覚。そうなんだ。連続で出すことはできないみたい。まあでも避けるためというより狭い通路を通るためかな。そうだね。そろそろこれを買っておいてもいいかな。遠距離攻撃も多少使っていこうっと。さて、このタイミングで終わる予定でしたが、あの先が気になると思いますので、ほんのちょっと進みましょうか。次のセーブに着いたら終わることにします。そうね。そう、イベントもありますしね。やっと現実。やっぱりもうアリスのことは忘れて。おかしいと思ったんですよね。あんなに楽しい思い出のはずなのに、アリスはどこにも出てこないから。そうね。今はおもちゃに頼ってもいい。とりあえず落ち着きましょう。まずは寝ないとね。でもピエロが怖いという人も多い気がします。そういう作品が多いせいもあるかな。マックスももう限界が近いですね。それもピエコが暴れているせいかなと思うと複雑ですが。そうなのよね。あ、そういうこと。不気味だねー。一つ一つはなんてことないのに、なんか怖いという。人形とかもよく見ると怖いものとかありますもんね。そうなのよ、意外にね。あ、セーブが近いぞ。この安心感途端にね。おお、やったー。あ、ごめんなさい、一瞬出たので静止画像でどうぞ。
なるほどね。幼児対抗で心を守ろうとしているのか。今度は親の思い出ではなく子供の頃の思い出と。だからおもちゃとか人形などがあるのね。はい、ということで以上で実況を終わろうかと思います。まだ 15% 程度ですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この先が気になった方はぜひプレイしてみてください。どんな感じかはその1の冒頭をまた見てもらえればと思います。それではまた別のゲームでお待ちしております。ノクターン。最後までありがとね、ノクターン。